はい、そしたらその市場の方に、行っていただくチームは出発して、はい、行ってみたい。はい、行ってらっしゃい。行ってきまーす。また後でなら。行ってきまーす。行ってきまーす。行きたいと思うんですが、あそこに竹村市長、アスパリアハマス。ちょっとあの、藤渡しの練習をしますので、ちょっと通行。今から藤渡しの練習を。ストップしてください。カメラマン、カメラマン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 。構え。はい、もう行こう。どうせ2回やるでしょ。はじめ。いやもう。頑張れ。頑張れ。ゆっくりゆっくり慌てんと。足狩山山第10番。会議場に行ってくじを引く、くじで、くじを取った家の代表の方が私も次の年、その次の年にくじ渡しを、はい、だからもう大体分かってたね、予感がしてた。あ、来るな。どうですか、実際やってみて。初めてこれだいぶ練習してない。全然しなくても あれぐらい。まだまだと思う。まだまだ練習します。はい。明日もやる。一段とかっこよく決めていただきます。はい。期待しております。ありがとうございます。理事長さん、どうですか。いや、上手にしてきたと思います。ね、あの、ちょっと、まあ、あの、もっと上手にしてほしいんだけど、だけど、失敗しても、あの、失敗したらこうするんだということを教えていただきます。安心にやってください。ちなみに竹村でしょ、2回。あ、2回。
い、あの10年に1回ぐらい待って、あと1回ぐらいできるかなと思うと、まあ、都市に行くというほど、まあ、誰か上手に、上手にができる。若い人、若い人なりに、ね、都市に行かない方は、都市に行かない方は、安定感。はい、ありがとうございます。本日もあの集中してお山を拝見しましょう、ね、あ、そうです、はい、ここに足利山の、はい、読みましょう。はい、大体読みました。ただ、私何もかもが今回祇園祭りが初めてなもんで、ちょっとまだすぐに読み取れないというか、理解しがたい部分がたくさんあるので。なんでその洋曲とか、おのおの演目なの。はい。考えるのやります。はい。で、足刈りっていう題のお芝居があるわけです。あで そのエピソードをお人形にしてこの上に乗せて、はい、で、あさって巡行します。あドラマです、神さんじゃないんです、ご神体って言ってはじめ、はい、ね、じゃあ元は洋曲のお話からしてるんです。そうそうそう、今もやっぱりその洋曲のお話なんですけど、でもそれがいつからかの神さんは使いです。ああ、それ足利山以外にもそういうものがある。そう、いっぱいある。じゃあちょっとお山を、はい、お山そのものを見てみましょうか。はい、お山はこれ。